平和な時を過ごしていたかに見えた郷田の国だったが、領内では若い娘が神隠しに遭うという事件が多発していた。事件の知らせは松之進の耳まで届き、ことを重く見た松之進は八方に手を回し、娘たちが白鷺山の社に集められているというところまでを突き止める。約1年ぶりに松之進からあやめへの命令が下る。あやめよ、事件の調査及びその解決よろしく頼むぞ。肩慣らしくらいにはなるんだろうね。
Thank you.
まで来てやめられるかよ。そんなこと言われてもまだ準備が。もう我慢できねえ。行くぜ。そこまでだよ。なあ、なんだてめえ。さてや貴様、ゴーダの。おいおい、おめえに逃げられたら越後屋からの金が。越後屋？あっといけねえ。まあ、とにかく、おめえには死んでもらうぜ。神隠しの下手人田島はあやめによって天誅を下された。その田島が漏らした越後屋という名を手がかりに、あやめは一連の神隠し事件に越後屋が関わっていることを知る。現在の越後屋はちょうど1年前、松之進によって天誅を下された越後屋の息子徳兵衛が二代目を継いで、その徳兵衛が国家老那須と結託して町娘を誘拐し、
謎の組織に売りさばいていたのだ。あやめは松之進の命を受け、早速越後屋の屋敷へと潜入した。
それがそちの父親の代から探し求めていた宝玉とやらか。はい、これは地の宝玉と言いまして、噂によるとこれと同じような宝玉がこの豪田領にはあと2つ存在しており、それらを3つ集めるととてつもないお宝が手に入るとか。それは実に興味深いものだな。それはどちらにですかな。決まっておろうが。存じておりますとも。面白そうな話だね。貴様、ゴーダの犬か。さてと、その宝玉の話は置いといて、あんたたちちょっとお板が過ぎたようだね。出会え出会え。私はこれにて。臆病者め。まあよい、
下人ごとき我が刀の錆にしてくれるわ。越後やめ、親子揃ってかくれんぼとはね。城へと帰ったあやめは、越後屋が謎の死を遂げたこと、そしてその越後屋が手にしていた宝玉の剣を松之進に報告した。しかし松之進は事件解決の礼を告げるのみで、宝玉に関して一切語ろうとはしなかったのだった。それから数ヶ月後、あやめが城を留守にしている時に事件は起こった。合田の家臣であった浜田幸之助が突然の謀反を起こし、松之進を人質に取った。浜田は陣の宝玉を引き渡すように要求する。そして浜田の行動に呼応したかのように、合田城に殺到する謎の忍び軍団。時遅くして駆けつけたあやめは、城内で囚われの身となっている松之進の元へと急いだ。
Thank you.
足の速いやつめ。
近づいてみろ。松之進の命はないぞ。あやめよ。ここは一旦退くのじゃ。仕方ないね。あやめよ。礼を言うぞ。殿様たちは下がっててくれるかい。あたいはこの裏切り者を成敗しないとね。うん、頼んだぞ。こうなれば破れかぶれよ。皆殺しにしてくれるわ。ガトツだ。ガトツ。受けてみるがいい。キャすでに我が手中にある。天の宝玉も近く手に入ろう。そしてそちの持つ神の宝玉も必ずやもらい受ける。貴様、浜田ではないな。何やつじゃ。我が名は天雷だ。さらばじゃ。うわー。死んだはずの浜田から発せられた謎の声、そしてその声の主である謎の男、天雷。天雷は合田家に代々伝わる天地神三つの宝玉を狙う新たな敵として名乗りを上げたのだ。全てを揃えることでこの世を滑る力を手に入れることを可能とする宝玉、それが天地神の宝玉である。天の宝玉の行方が知れぬ今、合田家に残るのは神の宝玉のみとなってしまっていた。使者の浜田を操り松之進に語りかけてきた天雷が妖術使いであることは明らかである。宝玉を守るには相応の妖力で対抗する必要があると感じた松之進は、合田に古くから伝わる妖刀のことを思い出す。妖刀はすでに灰寺となっている宝源寺のお堂の中に封印されており、隠された5つの封印石を破壊することで解放することができる。松之進の命を受け妖刀を手に入れるべく宝源寺に向かったあやめだったが、彼女を待っていたのはあやめの持つ武器では倒すことができないもののけであった。あやめは妖刀が封印されている本堂へと急ぐ。
あやめは妖刀霞と雫の封印を解放することに成功した。来る天雷との戦いに臨むべく妖刀を手にするあやめ。しかし刀を手にした途端、刀に全身の力を吸い出されていく感覚を受ける。あやめが妖刀霞と雫を手に入れてから2ヶ月が過ぎた。松之進は3つの宝玉の未だ行方不明の一つ天の宝玉を天雷の手に渡さぬために全力でその在処を探していた。そしてついに隣国天海の城下町に住む生駒善之助という名の老人が宝玉の手がかりを知っているということを突き止めた。松之進はあやめに善之助の元を訪ね、少しでも天の宝玉についての情報を教えてもらうようにと命令を下した。しかし時を同じくして天雷配下の忍者軍団がいろんな動きを見せ始めている。
また人質にはあったらしいな。噂じゃ殺し屋だとか。あいつは我が身だ。くわばらくわばらだ。おいおい冗談じゃないぜ。まったく。
に失ったか。